演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちらベン&ジェリーズのアイスクリームをいっぱい食べてみたいと思います。ベン&ジェリーズは以前単品で2つほど食べたことあるのですが、今回はそれ以外に食べたことのないフレンドをいっぱい用意しました。まあ、全部食べきれるかどうかは分かりませんけど、それでも、はい、食べられないためにいっぱい寄っていました。ではまずは基本のバニラからいただきます。では、いただきます。バニラ、チョコ、どれもシンプルなだけに素材の良さが出ますね。最初に食べたバニラは本当にバニラの味は濃厚でシンプルなんですけど、それゆえに奥深い味わいがありましたね。こんな濃厚なバニラ、ハーゲンダッツともまたちょっと違うな、今まで食べたことがない、そんな気がしました。そしてこちらのチョコレート&ナッツのチョコレートも濃厚で、ナッツの食感もザクザクちゃんとあって面白かったです。食感も楽しみたい方にお勧めできますね。続きましてはこのスイートクリームカップケーキはバニラよりちょっと甘めのアイスクリームの中にところどころに入ってさっきのザクザク感がとても美味しかったです。クッキーは食感を楽しむものであり、主役はあくまでアイスと割り切っているような感じになっているのも良かったですね。そして3つ目のこちらチェリーガルシアは甘酸っぱいチェリーの味をちゃんと感じることができ、アイスがとっても美味しかったです。チョコレートもほんのり食感は大丈夫で美味しかったですね。ただチョコレートメインではないので、あくまでもチェリーを楽しんでいます。では続きましてこちらキーカーニバルいきます。いろんな味があるアイス、皆さんは何味がお好きですか？このキーカーニバルは最初に食べた濃厚なバニラアイスにしっとりとした食感のクッキーが入っていて、ザクザクしたクッキーとはまた違った美味しさがありましたね。そしてこのチョコレートブラウニー、ナッツとは違うブラウニーのねっとり、いやね、切っていらなかしいですね。でスポンジ食感がチョコレートとうまく絡んでとっても美味しいです。ミシンのチョコレートを一気に楽しめていいぞ。そしてこちらのワッフルコーンドリーム、今日こうワッフルコーンもキャラメルもアイスクリーム自体に練り込まれているのではなく中に入っているんです。コーンが中に入っているアイスって結構珍しい気がしますね。ただキャラメルは全体に絡めておいてくれた方が良かったかなとも思いました。最後に食べたこちらのジンジャーラム、これは生姜の香りが強烈に香るピリッとしたアイスにラム酒がほのかに香ってとっても美味しいです。生姜メインですね。で、はい、今回8種類食べたわけですが、8種類ありますので今回はベストは1つに絞りたいと思います。自分が食べた一番お気に入りのアイス、それはこちらのチェリーガルシアです。チェリーの甘酸っぱさがこれまでに食べたことのないアイスの感じを出してくれましたし、中に入っていたチャンクのアクセントもとっても美味しかったので、こちらの最高のこちらとさせていただきます。アイスこれだけ食べるって今までなかったんですけど、とても美味しかったです。また別他のアイスも食べてみたいですね。
ろんもっといろんなフレーバーで。というわけでご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。